側屈制限の捉え方ですね。例えば、彼も、あの、左側屈で制限因子があるんですけど、これ、あることをやったら、ちょっと制限が少し解除されますよね。これは何をしたかっていうのは、まあ、これ、僕が写真撮るために彼自身にやらせたんですけど、セラピストが、例えば、左にこう、側屈するときには、右の筋膜とか筋肉の、あの、硬さがあれば、側屈制限になりますよね。で、それを、 右の肩をこう上げるようにやって、側屈したときに、側屈が行くってことは、ここの、いわゆる伸長性がないとか、あと滑走性がないっていうことを意味するので、まあ、右のこの僧帽筋、健康虚筋群を短縮方向に持っていくために、この肘を上に上げて、だこれ、この姿勢で肘を側屈しあ右に側屈して、っていうことをやります。 で、僧帽筋の、あの、さっき言った上,上部繊維は、肩甲骨の居上と情報回線なので、きちんと、あの、僧帽筋の上部繊維と肩甲虚筋はちゃんと使い分けて評価はできるんで、まあ、そこがですね、あの、結構ごっちゃになって治療をされてるケースが多いんですよね。他の病院とか整骨に行った時なんかで。だからまあちゃんと的確に、 僧帽筋の上部線が問題が強いのか、虚筋なのかっていうのが明確にやっぱり治療のターゲットをしっかりやらないといけないので、評価はきちんと使って、あの使い分けてやってもらった方がいいと思います。で、健康虚筋の触診。まず、単純に自炊ですね。そして、これ、肩甲骨の上角をこれ、結んだ線。で、ここ今、僕が触ってるこれ、僧帽筋、あの、強さニュ筋ですね。強さニュ筋。 で、だから、この、自炊から上角に、ここに今ボールペンを置いてます。で、強さに有突筋がここにあるよねって、強さに有突筋と間違える人が多いんだけど、明らかに強さに言うと突筋は、こう走ってるんだだから、ちょっとそう、あ、ごめんなさい。実、入用時からこういう感あ、でも違うこ、これでいいのか。この方向に走ってるから、ちょっと、 乳突筋と走行が、クロスは絶対しないんですよ。健康虚筋は。ですから、このボールペンの走行の部分をきちんとトリミングして、治療を、こうやってやっていきます。しっかり。まずきょ、虚筋の走行に沿って、平行に治療。で、横断的に治療。で、ここでモコッとしている、これは強さ乳突筋ですね。これは強さ乳突筋でここで、 健康虚筋は触れます。だからしっかりと健康虚筋のトリートメントをやっぱやるというのはすごく大事ですね。肩甲骨が単純に居上するときっていうポイントと情報回線して居上するポイントっていうのはやっぱ僧帽筋が絡んでると情報回線しての居上が多いんですね。でもあんまり情報回線が入らずに この方向で居城だったらもう明らかに健康貯金なので結構あのー、これ表、あのー、50肩の患者さんいわゆる肩関節周囲の患者さんたちが単純に居医で上がるんだったら僧帽筋をいくらやっても無駄ですもうこれ完全に健康貯金の働きなのだ,だからやっぱりウィンギングがやっぱり情報回線した居城なのかシンプルに 下水時の肩甲骨のまま居上するかっていうのをきちんと評価していって、あ、虚筋が問題かな、あ、いや、僧帽筋の丈夫性が問題だよねっていうのを明確にやって治療をやっていかないといけないっていう部分ですね。あと同時に、肩甲骨って結構肩を居上するときに情報回線とか、あと内外線してってすごく重要視されてるけど、血体動作って逆に 情報改正医のままだったら、後ろに回す動作ってできないので、結構これも問題なんですよ。うん。だから、決体動作とか後ろに回す動作、水平進展なんかは、肩甲骨が下方回線とか、火星がいかないといけないので、これでも、この人たちが邪魔になることがあります。僧帽筋の上部線とか。だから結構やっぱり肩甲骨が、どの動きの時にどの方向に動くかをきちんと整理して、 評価をしていくっていうのがポイントにはなってきますね。